はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。いや発売からしばらく経ってるし、今回服が全く関係はないんだけど、今回はこちらの紹介です。鬼滅の刃デフォルメシールウェハースその3、シール付きのウェハース第3弾にして今回初めての紹介になりますけど、なんと今回こちら提供動画になっております。あー、メーカーからじゃなくて友達からね。銀の盾を取りに行く動画でも撮影を手伝ってくれた友人 D、 いやミスター D ですね。ミスター D が見つけてきて提供してくれました。とは言ってもこれ開けてほとんど返すんだけどね。開けて中身がダブっていたらあげるって言われたんで、今回はちょっと僕のダブリスキルを存分に発揮して半分ぐらいダブんねえかな。さあそんなわけで、まずはお店に並ぶ前のモノクロの箱状態。今回1箱の中には全部で20個入っていて、1袋につきシール1枚とウェハースが1枚。種類が全部で28種類プラスシークレット一緒だから、この箱買っただけではまあコンプリートは絶対無理だね。なんだったらこの箱で開けた場合はダブんないような気がする。まあとりあえずいつも通りね、よいしょっと開けて開いて両サイドもぎ取って上んところひっくり返して差し込めば、はい見事なお店の状態。我が家でここの一角だけ今お店になりました。でちなみに今回箱の方は提供してもらったんだけど、僕も僕で一袋だけ見つけてきたんですよ。お店でもやっぱり人気商品だからか購入制限かかってるところがあって、購入制限かかってる&僕が買ったこれはラスト一つでした。まあだから残り物の服っていうことでとんでもなくいいものが入ってるかもしんない。なのでこれは一番最後に開けよう。一応ちゃんと見分けがつくように名前書いておこう。岩下字汚ね。本当は岩下って書いたつもりなんだけど、図らずも岩須に見えるな。まあ、これが一番最後に開ける僕のやつ。よし、それじゃあ開けていきましょう。特にこれ順番は変えていません。で、ちなみに中に入ってるものなんだけど、レアリティが4種類、ノーマル、レア、スーパーレア、極みレア。多分この後ろに書いてある煉獄さんが極みかな。で、いろいろラインナップ、かまど炭治郎、かまど禰豆子とか、まあいろいろ書いてあるんだけど、リストの中の緑のやつが極みレア。煉獄さんとシークレット。何かなと言いたいところだけど、シークレットはなんとなく予想はつくよね。映画の方でも若干シークレットになっていたから、あの人なんじゃないかなって思うけど、どうせならこれ極みレア出てくるといいけど、願望もあるんだけど、一箱買えばまあ極みが出てくるんじゃないかなって僕は思っています。ちなみにパッケージは煉獄さんと柱の面々が書いてあるやつと、デフォルメされた炭治郎たちがいて、後ろの方に炎武が1人、2つのパッケージになっています。そんなわけで記念すべき1つ目、そもそもどうやって入っているんだろうと、ウェハースあって、食玩ポータルではこの後ろにシールか。ウェハースを外すとまず1枚目がこちら、ホイット。おーイグロさん、蛇柱のイグロおばないさん。イグロさんはこれ光ってはいるけどレアリティは後ろに書いてあるわ。星が2つだから普通のレア。簡単なキャラクター説明も書いてあるんだ。蛇柱と呼ばれ、鬼殺隊の主軸である柱の一人。白い蛇を首に巻いている。なるほど、こういう感じで入ってるんだね。ちなみに取り出したウェハースの方は袋の中に入れておきます。これもちゃんとミスター D に返す。いやせっかくだから1枚ぐらいもらっちゃえ。ちなみにフレーバーはココアクリーム味。いただきますぞえ。うん、普通にウェハースだ。さあウェハースの味も分かったところでどんどん開けていこう。2袋目はこちら、ホイット。お、また柱だ。風柱の品津川さねみ。デフォルメされてるけど目力強えな。レアリティは星2のレア。3袋目何が来るかな、ホイット。おー、2人だ。2人いるからなんかレアリティ高そう。吾妻善逸と善逸の師匠。キャラクター名じゃなくて善逸の師匠なんだ。善逸は見事にボロボロになっていますね。これも後ろの方がキラキラ光っていて、レアリティはこれは全然レアではなかった、ノーマルだ。ノーマルでもこれ後ろの方ちゃんと光ってんだね。2人いるからレアリティ高いかなと思ったけど全然そんなことはなかった。まあレアリティは飾りみたいなもんで、好きなキャラクターとかが出てくりゃまあ嬉しいもんだよね。そういう意味でもレアリティ関係なしに来てほしいのは伊之助と姫島さんと甘露寺さんかな。キャラクター的にはその辺が来てほしい。さあ4袋目お次はこちら、ホイット。お、これは絶対レアリティ高い。これはいいシーンを描いてくれてる。しかも3人いるけどキャラクター的には鱗滝左近次さんだけなんだ。でこれはレアリティ高いと思ったけど普通にレアだったわ。最終選別を突破した炭治郎を迎えてる様子。まだ全然序盤だけど今のところそんなレアリティが高いものは出ていないね。そんな中で5袋目はホイット。お、禰豆子ちゃん。かまど禰豆子ちゃん、これシーン的にはあれかな、映画の中のやつかな。一人だけ目覚めてる中、みんなが寝ていてなんかムーってなってる時かも。でレアリティはノーマル。あれかな、ノーマルはこの縁のところに何も装飾っぽいのがないって感じかな。さあ6個目、あ6の型って言っときゃよかったって思ったけど、そうなると最終的に20の型になっちゃうからな。そんなに型があってもね。さあ6パック目はホイット。
と、おお、これはわりかし良さげじゃないか。エンム敵キャラクター加減の1だったかな。加減の1のエンム、あ、そうだ、目の方に書いてあるんだ。血管バキバキ状態で笑顔で、塩ビ服みたいなものを着ていて、手の甲には口がついてる。で、縁のところもキンキラしていて、なんかちょっと装飾が入ってるからな。さあ、レアリティは、あ、これでもレアなんだ。レアでこの光用だったらスーパーレアとかシークレットどうなっちゃうんだ。さあ、ラッキーセブン7袋目、そろそろレア度高いの来ないかなと。あー、絶対高くない。申し訳ないけど絶対高くないし、名前の方も隠しだよね。隠しの中のこれは多分蝶屋敷にちょいちょい来てくれる人。レアリティはノーマルで、確かちゃんと名前がついているはずだけど隠しとしか書いていないわ。鬼殺隊のサポート的な部署の人、大事なポジションですよ。8袋目、何が出るかな。ほいっと、おー、これは絶対絶対レアリティ高い。なるほどね。てか、向きどっち、こっちじゃ、こっちか。光り方が明らかに違うもんな、これ。これは絶対スーパーレア。善逸が眠ったまま構えていて、両サイドに金の文字で、雷の呼吸1の型、霹靂10006連。もう6回もやったら霹靂6000。周りの装飾もなんかゴールドな感じだし、背景の方もあの CD のディスクみたいな光り方してる。これ絶対レアリティ高い。ほら見る、星 4? あれ？ちょっと待ってよ、星4っていうのは、極みレア、極みなのこれ。ああ、じゃあ全然僕の予想めちゃくちゃ外れてるわ、これ。極みレア、煉獄さんじゃないからシークレットのやつだよね。てっきり僕は赤座がシークレットなのかなって思っていたけど、善逸の霹靂10006連なんだ。と思ったんだけど、撮影後編集中に改めてこの善逸を調べてみました。するとどうやらこの極みレアの善逸はこの後ろのリストにも載っていなくて、シークレット中のシークレットだったらしい。ということは今回赤座はラインナップに入っていないんだ。赤座は赤座でちゃんと入ってる。あー、なるほどね。完全に騙されたわ。騙されてはいません。そっか、星4がこの光り方だから、星3の光り具合はまだわかんないね。裏の方が雲の鬼との死闘、吾妻善逸。なたぐも山での戦いで頭が人間、体が雲っていう。あいつと戦った時のやつか。雷の呼吸のうち一つの型しか使えない善逸。師匠の教えを受け一つの技を極め抜く。これは光り方が完全に別次元ですね。多分もうこれで極みは出てこないんじゃないかな。まあでもまだ星さんが残ってるからね。9パック目、お、久々の柱、音柱の渦井天元。制作が決まったテレビアニメの遊郭編ではこの人がメインになってくるからね。見た目の感じも見事に派手派手で、レアリティの方はレア。今んところ柱は3人いますね。この中で柱全員集めたいけどな。さあ、そして2桁突入、10袋目、そろそろスーパーレア来ないかなと。お、二人いるけど多分枠的にノーマルかな。いや、でもこの二人がいるっていうのはいいね。神崎葵ちゃんとつゆりかなおちゃん、二人ともなんか対照的というかだいぶ真逆な感じだよな。で、レアリティがノーマルで、あ、機能回復訓練のやつか。アニメの一期ではかなり後半の方のやつだ。さあ、そんなわけで袋の方も残り半分、折り返すぞ。11袋目、さあ、そろそろスーパーレア来ないかなと。お、どっちだこれ。我らが主人公かまど炭治郎、なかなか気合の入った顔でおでこんところにちょっと血管が浮き出ています。そして耳飾りは通常状態、配慮によるデフォルメはされていません。これは多分光り方的にレアのはず。うん、やっぱりそうだ。説明のテキスト的にこれは無限列車編なんだね。さあ、12袋気づき、スーパーレアか柱の誰か。煉獄さん来たけど多分これ枠的にノーマルかな。ノーマルだけど煉獄さん出てくれるの嬉しいね。横向いて走った状態の円柱煉獄京次郎、だいぶ全体を覆い尽くしてるというか躍動感もあっていいね。で、レア相手はやっぱりノーマルだ。かける円柱煉獄京次郎。13袋目、柱もいい感じに揃ってきてるけど、よっしゃ来てほしい人。缶コーヒーとか余りがちだけどいい人なんすよ。柱の名前的にもなんとなく親近感を覚えています。岩柱の姫島行明、名前がいろいろすごいよな。死因的にはひざまずいてるから中合会議の時かな。羽織の縁には南無阿弥陀仏って書いてあります。姫島さんはレア。ほんと今んところスーパーレアが来ないけど、そんなに入ってないもんかな。と14袋、さすがにそろそろ来ていいんじゃないかなと。おお、ノーマルっぽい。ノーマルっぽいけどこの2人の組み合わせもいいね。鬼ではあるけど味方サイドの玉代さんと湯城、湯城が玉代さんの後ろに佇んでる感じがいいね。で、レアリティはノーマル。さあ、そろそろ終わるぞ。15袋目、何が出るかな。ほいっと、おお、これはなんかすげえキラキラしてんな。この光り方
方はようやく来ましたね。多分スーパーレア、めっちゃキラキラしてるつゆりかなお。背景のところがキラキラ光っていて、目のところも綺麗に光っていますね。多分これあれかな、無限列車に行く直前の炭治郎との会話後かな。コインの裏表あたりのシーンですね。でレアリティはようやく来たね。やっぱりスーパーレア、あこれか、なんで表を出せたのってところか。表が出るまでやろうと思っていた。絵柄がとても綺麗でいいけど、これはちゃんと友達に返さなきゃいけないからな。開ける体験ができてるだけでも十分だわ。そして今更だけど、やっぱり一切ダブらないね。ラインナップ的にはまんべんなく入ってるんだろうな。16パック目、あ袋目、カード開封感覚だわ。さあ俺のものにはならないけど、スーパーレア出てきてくれ。お再び煉獄さん、これはレアの煉獄さんですね。腕組みをして威風堂々って感じの煉獄さん。煉獄さんは絵柄の面積が多めでダイナミックだわ。そしてレアリティはレア、縁柱の煉獄教授郎。さあ残りわずかだぞっと。これが17袋目、再び濃いスーパーレア。お違う、レアリティはおそらくノーマルだけど切なくていい表情。こちらはサビト、お面を外して、あこれ羽織の下のところね。素顔出した状態のサビトがノーマル。修行中の炭治郎の前に現れた少年。さあ18袋、とんでもないレア濃い。お柱の一人、虫柱の胡蝶忍さん、穏やかな表情で特徴的な日輪と思っています。ポーズの方もだいぶなんか蝶のように舞ってる感じ。胡蝶忍さんはレア。さあさあさあ、箱の中ではラスト一歩手前、19袋目、スーパーレアが1枚しか来てないから、もう1枚なんか来ないかな。欲が深いけどどうなんだろう。おっと、あーノーマルだ、ノーマルだけどいいね。これ柄がすごくいいわ。炭治郎の日輪刀を打ってくれてる鋼塚さん。炭治郎の服装がこれ療養中のやつなんで、ナタグモ山で刀折ったことに対してブチ切れてるやつだ。鋼塚さんがノーマル。よくも折ったな俺の刀を、よくもよくも。よくも3回言ってるからもうめちゃくちゃ怒ってますよ。さあそしてついにやってきてしまいました、ラスト20袋目。最後の最後にスーパーレアがドカンと来てくんないかな。と起きた。おっしゃ、分かってる分かってる、この最後に一番いいのが来るって感じね。この光り方はスーパーレアの煉獄教授郎。一応背景のところに煉獄教授郎って文字は書いてあるんだけど、本人で文字が隠れてるから煉と老しか見えていない。地面に日輪刀を突き立ててまっすぐこちらを見てるっていう、無限列車編の特報の映像の方でよくこのポーズをやっていましたね。煉獄さんはやっぱりイラストの面積がでっかいね。でレアリティがスーパーレア、柱の実力煉獄教授郎。はい、というわけでワンボックス20個開けた結果は以上です。レアリティ的には結構上位のこれとこれとこれ、あくまで僕が開けたもんの場合だけど、ワンボックス開けてスーパーレアが2枚で、シークレットの極みレアが1枚。割合で言ったらそんな大量に出てきたって感じはしないけど、シークレットの極みが出たのはだいぶでっかいね。まあ、結構いい結果だったんじゃないかな。そして案の定ワンボックスの中でダブリの方も一切なかったんで、一箱買えばまんべんなく楽しめるって感じですかね。とまあ開封代行は以上なんですけど、僕はこっからが本番。自分で買ってきたただ一つのウェハース、もう最後にこれズバーンって開けてね、極みレアないしスーパーレア当ててやりますよ。服があるでおなじみ残り物ですからね。さあ唯一のやつは何が出るかな。ほいっと、おー普通にこれスーパーレア出た。ダブリもしてないし、スーパーレアのかまどねずこちゃん、丁寧に丁寧に前振りしたんだけどスーパーレアでした。最終的にこの隠しが出てきてドヒャーみたいな、まあ、隠しファンには申し訳ないんだけど、僕もなんかだいぶ YouTube に毒されているというか、最後の最後でこういう隠しが出てきたら面白いぞって思ったけど、動画的には美味しくないけど普通にめちゃくちゃ嬉しい。額に血管が浮き出ていて鬼化してる時のねずこちゃん、ポーズの方も躍動感あるし、背景のこのキラキラ具合で、目の方も鬼になっていて、こっちもだいぶギラギラ光っています。で裏の方が星さんのスーパーレア、人を守る鬼かまどねずこ、3人に分裂した沼の鬼に苦戦する炭治郎、歯ぎしりがめっちゃ激しいあいつね、兄のため木箱から出たねずこは鬼に襲いかかるっていう、そういうシーンのやつが出ました。はい、というわけで今回は鬼滅の刃のデフォルメシールウェハース第3弾ワンボックスプラス1個開けたという動画でしたが、いかがだったでしょうか。去年ぐらいに開けたジョジョのカードが入っているウェハースとか、最近ちょいちょい開けてるポケモンカードの開封とかね、やっぱりこういう中身がわからないものを開けるっていうのはだいぶなんか楽しいね。多分今回このウェハースの方もだいぶ人気で、なかなかお店では見かけないと思うけど、意外とこれシークレットで赤座が入ってこなかったからね。赤座は赤座でちゃんと入ってる。また第4弾があるとしたら自力で何度か見つけて買おうかなと思います。ちなみにウェハース系で言うと来月3月1日ぐらいかな、またジョジョ5部のウェハースが出てくるんで、またジョジョの方もワンボックス買って紹介するんで、よろしかったらそちらもご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。